こんにちは。あ、よかった。場所ここでよかった。え、よかったよかった。あ、翔吾くんのお友達の大悟くん。あ、今回私だけじゃなくて、そう、翔吾くんから、はい、なんか友達を呼んでほしいって言って、そう、すごい可愛い子呼んできたから大丈夫。その親が。ごめんなさい、お待たせしました。ごめんなさい、ごめんなさい。お待たせしました。あの、翔吾くんと大悟くん。こんにちは。そう、ちょっとモデルね、やってる子なんですけど、はい、そう、可愛いよね。同じくらい、うん、そうそう、え、年は、ああ、そうか、そうだよね、翔吾くんが、私と同い年で25、はい、そうで、この大悟くんに関しては、あ、21、あ、じゃあ同い年なんじゃないかな、同い年、そうそう、私の4つ下だから、そう、はい、一応同じ事務所なの、そう、事務所が一緒で、ちょっとなんか顔は違うんだけど、うん、もうモデルかじってる、人かじりみたいな、人かじりしてるみたいな感じ、何言ってんの、パクパクとかふざけじゃない、本当に意味わかんないんだけど、そう、なんか可愛いよね、ありがとう、ありがとう、なんかありがとう、違うから、ありがとう、ありがとうございます、なんか何飲まれますか、あ、ビール、あ、ビールで大丈夫ですか、何飲む、あー、ごめん、なんか、わ、表情筋、表情筋、ごめんね、失礼しちゃったね、じゃあ私は、あ、ビール大人ですね、なんか2人とも、私はレモンサワーにしようか、レモンサワーでいい、すいません、じゃあビール3つと1つレモンサワーお願いします、いや、ビール頼める子いいとか別に、ね、狙ってないでしょ、狙ってない、どう考えても狙ってない、飲んでるじゃん、ねえ、おつまみとか何にしますか、え、おつまみとかって結構あるじゃないですか、あ、やっぱりなんかタコワサとかすごい、私渋いの好きで、めっちゃ渋いの好きで、辛いのとか好きですか、みんな、私辛いのもあんまり好きじゃないって、なんかちょっと口に残る感じしますよね、他のにしますか、他のに、うんうんうん、それなんか何にします、タコワサしないのがいいよね、うん、ですよね、私もタコワサはやっぱりなんか残るなと思ってて、すごい嫌だかなと思ってたんですよね、私も、あ、そう、わさびってあまり好きじゃなくて、みんな好きかなと思ってて、もう無理じゃないから、自分の方が全然無視してるな、やめてもらっていいですか、そういうの、あ、すいません、はい、あの、おすすめとかってありますか、あ、きゅうり、おいしくない、あ、きゅうり、みんな大丈夫ですか、きゅうり、うんうん、野菜とかあんま好きじゃなかったよね、この子好き嫌いが本当に激しくて、最近食べるようになって、そうそうそう、みんなでじゃあ分けっこしましょうか、分けっこ分けっこ、ね、4人で分けっこ、じゃあ4つお願いします、ありがとうございます、あ、すいません、あの4つじゃなくて1つで大丈夫、え、でも、まあ、うん、じゃあ、あ、じゃあ2つぐらいお願いします、ありがとう、あ、ありがとうございます、ビール届いた、あ、あ、倒しちゃった、あ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 、大丈夫ですか、もう大丈夫だと思うよ、すいません、店員さん、ありがとうございます、ありがとう、じゃあそろそろ乾杯にして、うん、はい、じゃあ行きまして、せーの、乾杯、乾杯、乾杯、あ、ごめん、ちょっとこぼしちゃった、全然大丈夫、ね、なんか全然大丈夫、うん、全然大丈夫、ごめんな、なんか全然大丈夫、髪の毛大丈夫かな、私髪の毛大丈夫、うん、すごい可愛いと思う、よかったよかった、ありがとうございます大丈夫ですか、香り、あー、ありがとう、キュウリも届いた、はい、え、でも無理しなくていいよ、本当に野菜嫌いだったら、なんか今からでも野菜嫌いだからごめんなさいみたいな、みんなになんか印象、いい印象がつけるために野菜好きみたいな感じにしてましたって、今から謝罪することも構わないから、あ、全然無理しなくていいと思う、あの、無理して私食べろとか言ってないし、マジで野菜嫌い、キュウリ一番好きなの、本当かな、キュウリ一番好きなの、本当かな、大丈夫、本当かな、なんかね、そろそろ、あの、トイレ行ってきた方がいいんじゃない、ね、そろそろ尿道大丈夫、さっき飲んだし、トイレ行ってくれば、でもトイレとか全然行ったことないから、行ったことがないのかな、嘘つき、それも嘘つきだよね、行ったことがないっていうのは、全然大丈夫、大丈夫、本当に、あ、私まだ終電全然大丈夫だから、うん、住んでる区域一緒だし、あ、本当に、なんで私だけそんな回想像するの、え、本当に大丈夫、え、でも、本当にお家一番遠い、いや、違う、ね、遠いですよね、住んでる区域近くなかった、え、いや、本当に全然なんか、あ、3人でまとめてお会計してたら、いや、本当に、あの、大丈夫で、いや、本当に、大丈夫です、本当に、あっちです、あっちです、お帰り、大丈夫です。動画最後まで見てくれてありがとうございました。他にも TikTok、Twitter、Instagram でやってるので見てください。 Instagram はあるあるストーリーやネタ投稿などしてるので、よかったら遊びに見てバイバイ。